アイドル日本をご覧の皆さん、こんにちは、吉崎彩です。今回は DVD の撮影でサイパンに来ています。初めての DVD の撮影のおすすめは、夕日をバックに冷たい海の中に頑張って入って撮影しました。すごく皆さんがおお、すごい綺麗だよって言ってもらえたので、それすごくおすすめなので、ぜひ DVD 見ていただけたら嬉しいです。以上、吉崎彩でした。バイビー。うん、撮影中一番印象に残ったことは、私今まで DVD とかなかったので、その印象に残ったというか、あ、DVD ってこうやって撮影するんだっていうのがすごい印象的で、意外に自由に動けたなっていうのありますね。難しいのかなと思ったんですけど、優しく教えてもらえたので、それが、あ、DVD のイメージついたので、それが印象的です。撮影中一番苦労したことは、結構今回ギリギリの撮影もしているので、バレないようにするのが意外に大変でした。こうどこから見えてるのかなとか大変だったので、慣れすぎてギリギリの状態で歩き回ったりとかしちゃって結構大変だ、みんなが大変だったんですね。私は全然大変じゃなかったです私のチャームポイントはどこだろうな、耳が大きいんですよね、私。じゃじゃん、そうなんですよ。なんか耳が大きくて、小学生の頃よくダンボダンボって呼ばれてて、最初は嫌だったんですけど、まあ、ポニーテール髪型好きなので、もう耳をよく出してるんで、チャームポイントって呼ぶことにしましたね。耳普段よくしてしまう癖なんだろう、癖って意外に自分で気づいて、あ、今のだこれ結構前髪もともとずっとあるんですけど、暑い時はやっぱ邪魔で、こうやってやってますね。こうやってやってます。これが癖です。髪の毛をこう払う感じ。旅行してみたい場所はどこだろう。旅行してみたいのは、行ったことないところにもとりあえず全部行きたくて、意外にハワイとかも行ったことないし、アメリカも行ったことないので、あれ、ここアメリカ？サイパンってアメリカじゃん。なんか行ったことないところに行きたいです。私服はどういう格好？私服は本当に自分の好きなものを着ていて、古着屋さんとか、ちっちゃい柄がついたシャツとか好きですね。それに無地のものを合わせたりとか、普通の洋服屋さんで見つけ出す、自分の好みを見つけ出したりとか、よくあと帽子をかぶってます。帽子大好きです。座右の銘が、小学生の頃の話なんですけど、小学生の頃の卒業アルバムを最近たまたま開く機会がありまして、そこに書いてあった座右の銘が、旅は道連れ世は情けっていう、座右の銘で、小学生の頃はそれが座右の銘だったんだと思ったので、引き継ごうと思います。自分の性格を一言で表すと、おしゃべり。理想のデートプラン、理想のデートプラン、外に行くのもすごい好きなんですよ。でも行くのが好きのは、たまに行くのが好きで、全然お家でゴロゴロとかね、でも好きな人とか一緒に入れたら、ずっと家に一緒にくっついていたいっていう方が私は好きかもしれないですね。うん、一つだけ願いが叶うなら何をお願いしますか？一個だけ？待って、一個だけ、もう一匹ワンちゃん欲しい愛犬の友達がいたらお留守番寂しくないかなと思って、もし男に生まれたら何を楽しみたいか、それ何回も考えたことあります。ちょっと前まで本当に
男の子に生まれたかったなと思ったんですけど、今考えたらなんで男の子に生まれたかったの？あ、思い出した。痛いのがすごい苦手で、出産がすごい痛いっていう話をすごい聞いていたので、え、出産したくないと思って男の子になりたかった。男の子になったら男同士でなんかめっちゃくだらないことで笑い合いたいです。今もしてるけど。10年後の30歳の自分はどんなんでしょう。でもなんかまだお仕事してて女優さんになってそうなイメージですね。お願い、30年じゃないや、10年後の私でもこれが恥ずかしくないムービーになるようにちゃんと女優さんになっててね。飼ってるワンちゃんの名前、しょうがないな。チワワは飼ってるんですけど、ブラックタンっていう種類で、全体的に黒いんですけど眉毛が白い可愛いチワワなんですけど、名前はBOSS でボスです。ボス、ボスみたいな。どうしてボスという名前をつけたんですか。ですね、名前をどうしようって決めた時に松田聖子さんが私すごい大好きで、松田聖子さんはどうかなって思ったんですけど、そしたら病院とかで吉崎松田聖子さんになっちゃうから、それはダメだなって悩んでると、目の前に缶コーヒーがあったんで、あ、ボスでいいじゃんと思って、ボスってことにしました。今後挑戦してみたいお仕事、あ、もうまだ女優さんは夢なんですけど、お仕事何本かさせてもらってるんですけど、まだまだやりたい、今まで演技した演技じゃない人を演じたいので、やっぱりいろんな人を演じたいですね。おかしい人だとか悪い人だとかやってみたいです。皆さん、初めての DVD なんですけど、一生懸命サイパンで頑張ってきたので、ぜひ優しい目で温かく感動してください。楽しいと思います。以上、石崎彩でした。またね。